に美味しいですよ。
あのデシ。こんばんはデシ。誰もいないお部屋は寂しいですし、誰もいないベッドは寂しいですし、金五郎くんも十兵衛くんも為五郎くんも権蔵くんも誰もいないのは寂しいですし、一人は寂しいですし、こんなんじゃ大人になれないでし、おさみはやっぱり子供でし、けどおさみはダメでし、大好きなみんなと一緒じゃないと寂しくてダメでし。わかったでし。うさみょん、みんなと一緒にいるでし。ずっと、ずっと、一緒にいるでし。お礼に今度
をいただき、はい、テストも今日で終わりました。それより管理人さん、知ってました？今日から写真コンテストが開催なんです。本当にご存じないんですか？それではご説明しますね。早乙女学園写真部の開設50周年を記念して、この度写真集を発行することが決まったんです。写真集に一般生徒や卒業生の写真も掲載しようということで、その選出のためコンテストが行われるんです。早乙女学園写真部って有名なんでしょ？そうですよ。卒業文集とか学校行事の写真は一手に引き受けてるぐらいですから。私だけじゃないですよ。早乙女学園に通う生徒全員はもちろん、OG や先生たちも参加しているんですよ。これでも写真コンテストではグランプリを狙ってるんです。こう見えても結構カメラにはうるさいんですよ。ほら、よく言うじゃないですか、脳ある鷹は爪を隠すって。そうでしたっけ？私はグランプリを狙ってるんです。これからもバンバン管理人さんを取っていきますよ。いえいえ、こういう日常を写した方がいいんです。日常こそ写真の基本ですから。というわけで、協力してくださいね、管理人さん。やだなあ、管理人さん、お約束じゃないですか。そうです、まずこのバナナの皮で転んでください。私、それをバッチリカメラに収めますから。さあ、どうぞ。日常ですよ。ほら、よくテレビのビデオコンテストなんかだと、こういうのがグランプリ取ってるじゃないですか。めったに起こらないことなら起こしてしまえばいいんです。これに気がついた私って実はすごいですか？お願いします。さあ、兄弟はもう決めてるんです。バナナで転ぶ管理人さん、これでグランプリは間違いないですよ。
早く管理人のお兄さん帰ってこないかな。ああ、本当だぜ。せっかく傑作を取ってやろうと思って待ってんのによ。はあ、でもね、お兄ちゃん、恥ずかしいじゃし、うるみ、恥ずかしくて取れないよ。うるみは話を俺に合わせてくれればいいって。あいつをカメラに収めるのは俺に任せな。管理人さんがアクシデントに遭遇した時の貴重なサンプルデータが取れそうですね。おいおい、マシロ、アクシデントなんてもんじゃないだろ。楽しみだぜ。私の計算では 67.3% の確率で管理人さんは水浸しになります。水浸しって冷たくない？お兄ちゃん怒らない？お兄ちゃん怒ったら、グランプリを取るためだ。あいつは怒りゃしねえって。その写真ならコンテストでグランプリを取る確率 83.01%。 普通の写真では確率が 4% ですから、グランプリを取るには大変有効な行為だと。写真コンテストでグランプリになると写真集に載るんでしょ。管理人のお兄さん喜ぶだろうな。おかしいですね。私のデータではそろそろ管理人さんがここに現れるはずなのですが。真っ白のデータとやらは当たるからな。実はもうその辺にいるんじゃねえか。お兄ちゃん近くにいるの？いたぞ、逃げたぞ。みんなで追うんだ。待って、お兄ちゃん。管理人さん、こんにちは。花壇の世話をしながら写真コンテストの写真を撮ってました。はい、せっかく今年も花壇のお花がきれいに咲いたので皆さんに見ていただきたくて。何もしてないよ。ただみんなとお兄さんの写真。
兄さん、ごめんなさい。本当にすみません。それじゃあお姉ちゃんと一緒にお花の写真を撮りましょうか。お姉ちゃん、いいの？ええ、二人で綺麗に撮りましょう。なんかも綺麗だけど、管理人さんはどんなお花を取るのがいいと思います？でも夏の花ではないので今は咲いてませんから、今の季節には外れてますね。ですね、やっぱり夏はひまわりと朝顔ですね。あら、そうですね。それじゃあひまわりにしましょうか。うん、ひまわり。お兄さんも一緒に撮ろうよ。よろしいんですか？それでは、ひまわりの名前の由来をご存知ですか？名前の由来？何なの、お兄さん？正解です。さすが管理人さん。ひまわりは、キク科の植物で、北アメリカ原産なんですって。種は食べれるけど生で食べちゃダメよ、リオ。ひどい。私は食べたりしないよ。ごめんね。お姉ちゃん、ひまわりの花言葉は？え、ひまわりの花言葉は、管理人さん、花言葉、わかりました？それは、ベチュニアの花言葉ですね。私の目は、あなただけを見つめる、です。気づいていただけました？お姉ちゃん、どんなの撮るの？ひまわりをバックに、ミオを撮ってあげる。すみませんでした。実はついでにお願いがあるのですが。
一緒の写真を撮っていただけませんか。お姉ちゃんずるい。私も。はい。本当にありがとうございました。お兄さん、ありがとう。私たちはもう少し写真撮ってますね。はい。私、今日も来てしまいました。ご迷惑じゃないですか？今度学校で写真コンテストが開かれるそうなんです。それで、ぜひあなたの写真を撮らせていただければと思いまして。でも私、本当は撮りたい人別な方なんです。
しまうの？私、失礼します。助けるって、私もコンテストに。はい、みんな参加するみたいですから、私も何かできればって。はい、ごめんなさい。私、実はあの子と友達なんです。だから、はい、変ですよね、こんなの。いいことですか？管理人さんは変だと思わないのですか？でも普通の人は動物さんに友達なんていませんよね。大丈夫です。この子、管理人さんのことをよく知っていますから。それは、その、私がよく管理人さんのお話をしていますから。Thank you.
この木の上に住んでいて、あの巣、管理人さん、見えますか？はい、いつも私がここに来るとあそこから降りてきてくれるんです。それは多分この子と私が似ているから。いつも一人でいるから。こっちです。